ゲーム女子モズベイのファイナルファンタジー7始まります。はーい、というわけで皆さんお久しぶりです。はい、モズベイ単独の実況なんですが、かなりお久しぶりですね。ちょっと YouTube の方でメインとサブチャンネルの方がですね、はい、ちょっと5番を食らってちょっと停止していたんですが、はい、ちょっと一応復活したということで、はい、今回からまたちょっとね、継続してやっていこうと思います。よろしくお願いいたします。ね、ちょっと本当に久しぶりすぎてね、久しぶりすぎてちょっと噛むんですけど、もう単独でちょっと最近やってなかったんでね、ずっと生配信ばっかで。まぁ、ちょっとね、セブンの方もかなり空間が空いちゃったんでね、あれをね、ちょっと手順をね、やっていこうかな。時間が空いちゃったかな。うん。ごめんね。そのね、自分、あれなんですよ。すごい言葉とかが、ほんとね、本当に大人かよって思われるくらいに、かなりね、あれなんでね、言葉が枯渇しているというか、はい、足りない部分があると思いますが、はい、見ていてくださったらいいなと思います。ねえ。まあまあ。セブンもね、今ちょっと画面出てるんですけど、今ちょっとね、状況的にすごく良くない状況ですよね。今こう血だらけだったりとかね、壁が。ねえ。まあ、セブンはあれですよね、今やってるところを追っていくと、まあこの主人公、クラウドさんかな。よいしょ。じゃね、キャラクターの名前はすべて、自分の適当な感じでつけていっております。なんとなくでね。クラウドがね、一番上のクラウドが、モズベイです。ね、一応主人公なんでね、モズベイにしております。真ん中にいる人が、エアリス。ね。そちらが、坂本マーヤさんから取って、マーヤにしました。うん。で、一番下がね、ティファーなんですけど、まあ、ちょっと一時期ね、サイキクソがすごい好きだったんで、そのキャラクターで出てる、ね、女の子、テルハシさんっていう人がいるんで、その方の名前をつけております。ね。毎回ティファーがね、いいこと言うと、オフっていう感じになります。ね。で、まあ、あと他にもね、キャラクターいるんですよね。最近、一応このゲームで言ったら、最近、レッド13と、あと、まあ、バレットももともといたんですけど、そちらもいるんですけどね。一応今回は3人で行動しております。そうだね。よいしょ。で、あとこれはですね、一応、よっこいしょ。よっこいしょ。よっこいしょ。今ちょっと左下の方に3つぐらいアイコンがついたんですけど、なんて言ったらいいんだろうな、これ。もう久々すぎてちょっとなんて言ったらいいかよくわかんないんだけど、あれですね、もう言ってしまえば、チートです。もう倍速、下が3倍速。で、真ん中が多分敵が出てこない仕様ですね。で、多分上が、もう最強モードみたいな感じかな。常にちょっとリミットブレイクがこう溜まりやすくなったりとか、そんな感じです。はい。だからもう本当に本編とかをサクサク進みたい方向けですよね、このモードっていうのが。うん。そうですね。まあこんな感じなのかな。話についてはね、自分説明がすごい下手くそだから、ちょっとあれだな。一言で言えば、ジェノバが来て暴れたっていうくらいかな。うん。まあわからない方はね、前回のモズベイのセブンを見ていただけたらいいなと思います。大抵あれです。ここまで結構長かったんですけど、喋っててね。すっごくイライラする動画になると思います。すごい、お前何やってんだよみたいな感じの動画になっていくと思いますんで、まあ、温かく見守ってくれたらいいなと。あと、よくね、噛みます。よく噛みます。ね。そうそう、もうろれつが回んないんだよね。ババアだから。はい。じゃあ、行こうかね。で、行く前にですね、本当にちょっと久々で一切扱ってないので、ちょっとマテリアだけでも
刺していこうかな。刺してるんだよね。イカズチ霊気。持ってるのは結構あるんですよね。かばう。まあ、いらないやろうけどね。よいしょ。マーヤさんはつけてないね。全体化。全体化はいらん、まだ。一個しかないし。マーヤさん。これはなんか違うよな。やめるか。毒でいっか。どうなんだろうなぁ。結構今のところはサクサクいけてんですよ。このレベル上げもなしにずーっとね。いけてるんですけど。あーでも、テルハシさんは回復にしようかな。よし、行こうか。というかもうね、どっち行ったらいいんかな。上は多分さっき、あ、違う。あれか。確かここから出てきたんですよね。おうおう、あ、おった。バレット名前なんだったっけ？恩師か。恩師だな。もう、こいつの後始末は俺に任せて、お前らは先に行け。神羅に見つからねえうちによ。それね、セブン独特のこの動きだよね。わあ、もう、久々だな。ちょっと。独り言が多いから、許してね。じゃあ行こう、上に。ジェノバでもこっから引きずってるっぽいっすね。よいしょ。あ、七期。七尾だった。何か目的に向かっているような。上に向かっている。アイテムがある。ポーション。二個ともポーション。これは上に行けないのかな？あ、これ、ちょ。よいしょ。こうか。あ、ここにもある。ポーションばっかだ。おう、めちゃめちゃ血だらけですよ。なんかここすごい怖かったよね、初期の頃はね。すごい引きずってるじゃん。鍵跡？爪跡とかもある。お、みんな死んでますね。なんかあるかな？なんか今光った？光ってない。なんかあるかな？ちょっと一人で喋るとき、ちょっとすっごい声ガスガスになるんですよ。なんでやろう？すごいガスガスになるな。ちょっとね、時々だけ水分補給しますんで、許してね。じゃあ行こうか。確かこの先にはプレジデントシンラがいらっしゃるはず。あ、3倍は消します。イベントの時だけ3倍消しますね。オンジ死んでる。シンラカンパニーのボスが死んだね。お亡くなりになられてね。お、この刀は長いですよね。セフィロスのものだ。セフィロスは生きているのね。そうみたいだな。この刀を使えるのはセフィロスしかいないはずだ。お、誰がやったっていいじゃねえか。これで死んだも終わりだぜ。びっくりした。うひょって。誰だっけ、この人。名前忘れてたな。この人好きな人だ。あれだ。パルマーさんだ。ね。お、ここ、殺さないでくれ。何があったんだ？お、セフィロスが来た。見たのか、セフィロスを見たのか。ああ、見た。この目で見た。本当に見たんだな。うひょ、こんな時に嘘なんか言わない。それに声も聞いたんだ。うひょ。約束の地は渡さないってブツブツ言ってた。すごい、ノイローゼみたいですよね。それじゃあ何？約束の地っていうのは本当にあって、セフィロスは約束の地を神羅から守るためにこんなことを？ここまでどうやって来たんだろうね、セフィロス。いいやつじゃねえのか？約束の地を守る？いいやつ？違う。そんな単純な話じゃない。俺は知ってるんだ。セフィロスの目的は違う。変な動きしてる。お、お！ルーファースしまった。あいつがいたか。誰なの？
おー、息子さんだね、ルーファスさん。副社長ルーファス、プレジデントの息子だ。喋りかける？テルハイスさん。どんな人なのかしら。血も涙もない、そう聞いたことあるけど。意外。あ、でもまあ、プレジデントさんのね、息子さんだったら。お、長期出張中だって聞いてたぜ。名前だけなら私も知っている。にしてもあれだよね。結構なんか、ボスっぽい感じなのに。プレジデントさん死んじゃったね。じゃあ、行こうか。さあ。そうか、やはりセフィロスは生きていたか。ところで、お前たちはなんだ？これあれじゃないですか。元ソルジャークラスファーストモズベイだ。アバランチだ。同じく。アバランチはね、あれですよね。あの、反死んだ組織っていうのかな。この死んだ会社の人たちの反発運動してる人たち反発運動かなな感じ。そうそう。星の要はなんか、源であるライフストリームを吸って、要は、それを供給源として、なんかやってるんだかな。それでいろんな人たちからお金を巻き上げている会社っていうのかな。さあ、スラムの花売り。そうね、マーヤさんはすごい、素朴ね。七尾実験サンプル。すごい。二人ぐらいはちょっと変。そうね、おかしな組み合わせだ。さて、私はルーファース。この死んだカンパニーの社長だ。親父が死んだら早速社長か。そうだ、社長就任の挨拶でも聞かせてやろうか。親父は金の力で世界を支配しようとした。なるほど、うまくいっていたようだ。おう。民衆は神羅に保護されていると思っているからな。神羅で働き、給料をもらい、テロリストが現れれば、神羅の軍隊が助けてくれる。一見完璧だ。事情、表面上？だが私のやり方は違う。私は世界を恐怖で支配する。親父のやり方では金がかかりすぎるからな。恐怖はほんの少しで人の心を支配する。愚かな民衆のために金を使う必要はない。私は親父とは違うのだ。現実好きなところはそっくりね。そうなのか。ちょ、でもなんか、すごい紳士ではあるよね。ルーハースさん。マーヤを連れてビルから出てくれ。何？説明は後だ、オンジ。本当の星の危機だ。お、何か感づいたかい？なんだすりゃ。後で話す。今は俺を信じてくれ。俺はこいつを倒してから行く。わかったぜ、モズビ。おお、任せろ、任せろ。一人なんだね。お、お。お、モズベなんか思い詰めてた。私モズベを待つわ。みんなエレベーターで先に。あ、あれかい？私待つわ。いつまでも待つわ。ね。多分隣で妹が苦笑しやろうね。さあ、この先きっとガードが厳しくなるわ。装備を整えておいた方がいいわね。マテリア。いや、そのままでいいです。あ、これで行くんだ。じゃあ、3倍速にしよう。どう行くんや。どう行くんや。エレベーターだっけ。よいしょ。お、びっくりした。あ、来た。おー。何？邪気封印？もうなんか全然覚えてなくって、やばいけど。そうか、もうこの頃からみんな、
リミットブレイクも2個なんだ。邪気封印ってなんだ？邪気封印。なんかあれかな？何か使えなくするのかな？全然何やってんのかわかんないんだけど。よいしょ。よいしょ。ちょっと防御しとこう。ヘビーショットにしてみようかな。今、スレッドファング。頑張れ、頑張れ。もう、七尾だけが頼り。手法、大丈夫かな？こいつ倒れるんやか。ちょっと歌飲みますね。よいしょ、打ちながら。あ、打ててない。あ、終わった終わった。よし。あ、あ、また来た。AB、AB 班。エビハン。エビハン。よいしょー。よいしょ。いやー、もう全然ね。あ、相手に届かない。ごめんね。どうしようか。届かないのか。いいね。やっぱこの、あれだ。あれがいいですよね。音楽が。おー、なん、今なん。ヘビーショット。スレッドファング。やっぱこの音かっこいいよね。ちゃ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 言ってるやつ。ヘビーショットやった。あ、終わった終わった。早い早い。ミスリルの腕は？装備も変えた方がいいんかなぁ。オプションで終了だ。行こう行こう。なぜ私と戦うのだ？お前は約束の地を求めてセフィロスを追う。うん、その通り。ん？お前セフィロスが古代種だと知っているのか？あれ？マーヤさんが古代種でしょ？いろいろあってな。とにかくお前にもセフィロスにも約束の地は渡せない。なるほど、友達にはなれないようだな。お、ジュジュペペペー、ペペペペー、ペペペペーっていう。なんか誰かが言ってたんだよね、これ。今日切りってなんかその、1、2、三角じゃないよね、みたいな。画数が。まあそうよね。1、2、3、4、5、五角だよね。2、3。よいしょ。こいつから倒した方がいいんかな。こいつから倒してみよう。いやー楽ですね。死なないっていう。なんとも楽な。もう攻撃されてもすぐにヒットポイントが満タンになる。いやー本当に。あ、今日はここまで。立っていくのがすごい早かった。あ。ルファス立っていくの早かったなー。ドゥッドゥ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 この音楽聴きよったらね、結構ほら一時期替え歌流行ったじゃないですか。なんか、空耳か。空耳か替え歌かな？歌詞つけてね。そう、それがすごいニコ生で流行ってて。ルーファースはとどめを刺せなかった。面倒なことになりそうだ。あ、引っかかった引っかかった。俺は先に行くぜ。お、すっかり囲まれてやがる。俺一人ならともかくこのメンツじゃ。やっぱりあなたたちだけ逃げて。あの人たちが狙っているな、私。あなたたちだけなら。へ、そうはいかねえな。あんたはマリアを守るために奴らに捕まった。今度は俺があんたを守る番だ。
これ以上奴らのシンナの好き勝手にはさせねえ。お、ありがとう、おんじさんで。許してくれよ、おんじさんなんて。おじさんでいいよってね。俺の柄じゃねえや。さて、君たちの話が終わったなら、そろそろここから逃げ出す方法を考えてみないか？あれかな？空気を読まないタイプかな？七尾は。ん？あー。嫌に冷静なやつだな。どこかの誰かさんみたいだね。何か？いや、なんでもねえよ。さて、どうするか。このあれですね。どこかの誰かさんっていうのは、こう、モズベイで言うと、ハヤネエさんですよね。ねえ。よいしょ。恩人。ハヤネエさんすぐこう、いろいろ話しとったら、そろそろこう、なんとかやねえっていう。ヘルハイさん、モズベイは？お、みんなこっち。どうしたんだよ、モズベイは？モズベイはま、ここにいるけどね、今ね。語り手としているよ。話はあといいから早く。あー、懐かしい。ここだけ妙にすごくリアルだったですよね。ポリゴンと全然ちょっとギャップがあって。めっちゃみんな体型いいですね。懐かしいなぁ。ここからがなぁ。いやぁ、これ、かっこいいっすよね。ガンガン壊してくよね。絶対こんなん食らうと、バイクで登れないでしょ、みたいな。さぁ。正直に言いますね。モズベはここがとても苦手です。ね。やっていけれるかよ、ここ。腰痛いね、なんかね。さあ、バイクを方向キーで操作してください。こう、こうね。右と左で。ほう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 。じゃあ行きますよ。おらおらおら。あー、いっぱいおる。倍速すぎてよくわからん。もう、何が起きてるかわかんないんだけど。例えばあれですね。これスマホ系にもなったんですよね、確か。ちょっと待ってん。倍速をやめよう。やめればできるよ。こら、こら。よし。倒した。音がすごいよね。バシュ。待って、なんかさ、マーヤさんさ、右上のマーヤさんの顔やばくないですか？なんかすごい、瞳孔開いてないですか？気のせい？まずで。うら。ほら。ほら。いけ。全然引っかからん。いけ。当たらない。当たれー。当たらなさすぎて泣きそうよ。あ、まだおるの前。ガンガン叩いてる。あれ、運転してんの誰なんやろ。絶対なんか、マーヤさんの顔やばいですって。あ、これやばいやばい。さっきのデカちょっとうまく切ってたらかっこよかったよね。よし。やばい。ちょっと、七尾と、マーヤさんのヒットポイントが。あ、なんか来た。何？なんだっけ、ああいうの。ガンタンクみたいなの来た。今からボスかな？あ、ペペペペー、ペペペペー。さあ、今回は、モズベイ、オンジー、テルハイさんの3人でございます。さあ、これ炎をかけてくるやつじゃない？くるくる回るやる、確か。私、こいつはね、ブラックモンブランって言ってた、なんか知んないけど。よいしょ。なんかね、ギザギザしたところがすごくブラックモンブランにそっくりで、たぶん、ブラックモンブラン食べてたんだよ。食べててなんか、うわ、なんか似てるな、みたいな。よいしょ。ねえ。よいしょ。ちなみにですね、ブラックモンブランっていうのは、
あの、多分九州なのかな。でも最近なんかね、関東方面とかでもコンビニで売り始めたらしいんですけど、あの、アイスです。普通に。九州ね、発祥のアイスですね。まあなんかちょっと説明がとてもわからないんでできないので、調べていただけたら。ブラックモンブランってカタカナでね。あれどこだったかな、竹下製菓とかかな、なんかそんな名前だった気がします。もうなんかね、結構ね、こうネットの友達とかにブラックモンブランって言ってもわからないっていうか伝わらない人多いんですよね。いやー、でもあれはね、自分たちはやっぱ昔から食べてきてましたからね、ブラックモンブラン。よいしょ。まあぜひね、ちょっとブラックモンブランの宣伝になっちゃいますけど、食べてみてください。さあ、こいつあれやね、そろそろ炎を出してくるやつやない？踊りながら多分、炎を出してくるよ、こいつ。踊りながらじゃなかった。まあまあ全然最強なんで。さあ、あと3倍速にしてなかった。さあさあ、行こう行こう。懐かしいな、なんか、音楽とかさ、すごい聞くとさ、あー懐かしいってすごい思っちゃうよね。なんだろうね。普通にゲームしてる時というよりも、なんか何か込み上げてくるんだよね。なんやろうね。あ、おったおった。たったー。やったー。全然なんか、達成感がないや。終わった。さてどうするよ。セフィロスは生きている。俺はあの時の決着をつけなくてはならない。それが星を救うことになるんだな。おそらくな。よし、俺は行くぜ。私も行く。知りたいことあるから。まあまあまあ、そうね。古代史のことか。いろいろたくさん。あ、さらばミッドガル。ここはいいとこなんで。これ最初ね、見たときね、野球場かと思ってたの、これ。すごい球場って思っててさ。なんか、それっぽくないです。こう、バリケード張ってさ、なんか、こうね、ネットみたいな。球場なんてあったんだと思ったけど、今よくよく見てみると、あれって奥にあるの、瓦礫の山だよね。球場とかはまずないよね、ミッドガルにね。私は故郷に帰るつもりだ。それまでは一緒に行ってやる。まあまあ途中までなんだね。旅が始まるのね。どっち？なんかちょっとなるべくちょっとティファーには嫌われるようにしないと、バレットの好感度を上げたいのね。どうしよう、でもどっちもなんか心配してる感じですな。いや、旅は嫌いか？どうかな、でももう帰るところないもの。旅が好きとか嫌いとか関係ないわ。ちょっと怒らした感じになったから。マーヤのお袋さんには安全な場所に移るようにって言っといたから、マリンも安全だな。どうの方がいいかな。そうだな、の方がやっぱ素直に喜ぶかな。本日は。どうする、天の尺やったらこう、さーてどうかな、みたいな。からかった方が好感度上がるかな。そうかな。でもなんか、まあ、選択はこっちの方がいいのかな。そうだな。もうミッドガルは嫌だって言ってた。ちょうど良かったかな。あ、そっかそっか。引っ越しやすかったね。それやったらね、ちょうどいいよね。綺麗な場所に住んでもらっちゃったらいいよね。そういえば私ミッドガル出るの初めて。でしょ、これもまあ、あれか、テルハイさんと似たような感じかな。そうか、不安か。ちょっと、かなりかな。でも、何でも屋さんが一緒だしね。さて、行こうか。いや、行こう、行こう。ここから先、団体行動にはリーダーが必要だ。リーダーといえば俺しかいない。俺しかいないか。ずっとボクシングしてる。
そうかしら。みんなやっぱね、やっぱイケメンが好きだからね。どう考えてもモズベイよね。そうね、モズベイはイケメンですね。うん。わかったよ、ここから北東にカームって町があるんだ。何かあったらそこを集合場所にしよう。こっから二手に分かれるんだね。それにしたって野っ原を5人でゾロゾロ歩くなんて危なくてしょうがねえ。お前パーティーを二組に分けてみろ。5人の方がいいんじゃないかなって思うけどね。なんかあった時ほら対応しやすいじゃないですかね。5人だったら。今のところなんか、あれですよね。なんか実況してて批判しか言ってない。どうしようかな。オンジがいいかな。オンジさん。オンジさん。あともう7音にしよっか。オンジさんはちょっと、あれだからチヤホヤっていうかね、囲みたいので、オンジさんを囲う回なので、7音にします。女性陣は女性陣でね、ちょっと、女子トークをされててください。予想外の、組み合わせ。まあ男同士楽しくやりなさい。それじゃあカームで。まあまだちょっとあれだよね。仲良くなりたてですっていうところで急に二人っていう。ちょっとドキドキの展開ですよね。お、ワールドマップですね。いつでもどこでも使用ができる。わー、懐かしい。すごい懐かしくないです？やば。海渡れそうじゃない？足りんかった。おー、早い、早い。ここかな、カーム。わー、ほら、懐かしいですよね、この、川とかのグラフィックとか、山。なんかもう山しかないやつ。上が見れないやつ。ここ。カームかな？カームに着いたな。おい、先に宿屋で待ってるぜ。ちんたらせずに早く来いよ。行こう、モズベ。懐かしい音ですよね。音？ BGM？ 懐かしいな、この感じ。わー。いいなぁ。これか。イン。最初インってこれなんでね、インなのかわかんなかったんだけど、最近、別のなんかその配信で、ドラクエビルダーズをやってた時に、わかったんですけど、宿屋のことだったんですね。そのインっていうのはね。なんかその、ドラクエとかで、壁にこうかけてあるんですけど、宿屋にインって書いてあって、今年か去年あたりに知ったみたいな感じ。これいいのかな？止まっていいのかな？モズベイ様ですね。お連れ様が2階でお待ちです。お待ちですか。あれかな？女子2人かな？お、モズベイ遅い。来たぞ。来たぞ。遅いじゃねえか。切れられた。すまない、待たせたようだな。これでみんな揃ったわね。さて聞かせてもらおうじゃねえか。シフィロス星の危機、お前が知ってることのすべてを。俺はシフィロスに憧れてソルジャーになったんだ。いくつかの作戦をシフィロスと一緒にこなすうちに俺たちは親しくなった。親友ってやつか？確かクラスファーストだったよね、クラウドはね。モズベイはね。どうかな？歳も離れていたし、セフィロスは自分のことをほとんど話さなかった。セフィロスって年齢いくつなんやろ？クラウドもだって10代ぐらいでしょ？まだ20代じゃなかったもんね。テルハイさん、戦友かな？俺たちは信頼し合っていた。あの時までは。あの時？戦争終結後のソルジャーの任務は神羅に反抗する人たちを。憂鬱な仕事が多かったな。
そうね、要はまあ、殺害していくっていうのかな。うん。あれは5年前。俺は16歳だった。16歳。ああ。そうか、6年前。16歳。普通に20代だった。よいしょ。すごい雨だな。これはみんなソルジャーの人か。みんな顔がわかんない。右にいるのがセフィロスだよね。おい、気分はどうだ？大丈夫。俺は乗り物の酔いなんてなったことないからな。よくわからないんだ。なんか元気だね。準備は OK？ おい、お前。もう少し落ち着け。新しいマテリア支給されたんだ。早く使ってみたくて落ち着かなくてさ。なんか元気ですよね。モズベイさん。子供か、お前は。まあ、そろそろ今回の仕事を教えてくれよ。今回の任務はいつもとは違う。それは嬉しいね。どうしてだ？俺はあんたみたいになりたくてソルジャーになったんだ。それなのにクラスファーストに昇格したのと同時に戦争が終わってしまった。俺がヒーローになるチャンスが減ってしまったわけさ。だからそういうチャンスがあるなら俺は絶対にものにしてみせる。な、どんな気分だ？英雄セフィロスさん。お前今回の任務が知りたかったんじゃないのか？話が変わるところは似てますね。うん。今回の任務は老朽化した魔甲羅の調査だ。異常動作を起こしている上に凶暴な動物が発生している。そいつらを始末しつつ原因を見つけ出し排除する。モンスター退治しながら凶暴な動物、場所はどこだ？ニブルヘイムの魔甲羅だ。ニブルヘイム。ニブルヘイムは俺の生まれ故郷なんだ。ニブルヘイムね。うんうん。懐かしいですね。そうか、故郷か。変な動物がトラックに突っ込んできました。モンスターのお出ましか。変な動物？ドラゴンじゃん。変な動物っていうか、ドラゴンだよね。セフィロスよ。3194やって。ゼロ。かっこいいね。もう14だよ、こっちは。2桁ってやばくないです。セフィロスの強さは普通じゃない。世間で知られているどんな話よりもすごかった。あれ、モズベイの活躍は？さっきダメージ14だったよ。3000に対してセフィロスが。俺はセフィロスの戦いぶりに見とれていたな。テルハイさんどうしたんね、ずっと黙って。そして俺たちはニブルヘイムに着いたんだ。最初ね、なんかね、セフィロスを見たときは、パッと見やっぱ変態かなって思ったよね、この前のところらへん。なんかこう出してる感じが。ね、どんな気分なんだ？久しぶりの故郷なんだろ？どんな気分がするものなんだ？俺には故郷がないからわからないんだ。故郷がない。両親は？母の名はジェノバ。俺を産んですぐに死んだ。父は？どうした？俺は何を話してるんだ？さあ、行こうか。ちょっとあれだね。怖い。行ってみよう。退屈なんだよな、見張りって。なになに、いつものやるか？練習でもするか？練習、ああ、ポーズの練習か。ソルジャーは常に他人の目を意識しなくてならないってか？どうだっけ？こうか？うまくなったな。
俺ソルジャーなんかになりたくないんだよね。あまりやる気がない子なんかな。ひそひそ、うろちょろしてると叱られるぞ。あれだよね、セフェロスさん、ゼノバってお母さんの名前。あの逃げ出した人じゃないですか。魔法の匂いがするなぁ。お、言ったらいいのかな？ちょっと待った。なぁ、あれじゃねえか？セフィロスが言ってた母親の名前。ジェノバ、覚えてるぞ。死んだビルにいた首なしの化け物だな。その通りだ。ちょっと恩師、モズベイの話ちゃんと聞かせて。質問は後よ。でもよ、チェルハシさん。さあ、モズベイ続けて。幼馴染みの再会ね。チェルハシさんには驚かされたな。あー、ちゅうことは、チェルハシさん自身もここだったのかな？もともとは。村はひっそりしていた。みんなモンスターを恐れて家に閉じこもっていたのかな？いや、俺たちを恐れていたのか。魔航路への出発は明朝。今日は早めに眠っておけ。見張りは一人でいいからお前たちも休んでおけよ。こうして見ると全然シフィロスさんって優しいっすよね。こんななんか後輩思いみたいな感じ。そうだったな。家族や知り合いと会ってきても構わないぞ。お、なんか出てきたぞ。ん？ああ、ドキドキするな。どうしてだ？いつモンスターが来るかわからないんだろう。意外にそうなんて言うんだろう、こう兵士らしくなんか命を捧げますみたいな感じではないんだね、ソルジャーっていうか、ソルジャーの人たち。英雄セフィロスが来てるってんでカメラの用意して待ってたんですよ。セフィロスとモンスターのツーショットが欲しいんです。すごいよね、結構やばいよ。戦場カメラマン並みぐらいに、ちょっと危険を犯さないと撮れないよね。俺の写真を撮れ。マイナーな人の写真は撮らない主義なんですよ。あら。入っちゃっていいのかな。こっち？ひたすらちょっとがむしゃらに入ってみようか。はい、いらっしゃい。ん？あれ？あんたは、あんまり記憶にない？間違えたのかな？ここは俺の家だ。5年前の事件とは関係ないな。でもよ、興味あるで。私も久しぶりだったんでしょ？聞かせろよ。家族と会ったんだろ？まぁ、ちょっと聞いてみたいよね。家族って言っても、親父は俺がまだ子供の頃に死んでしまった。だから母さんが、この家には母さんが一人住んでいた。ああ、俺母さんに会ったよ。母さんは元気な人だった。全然変わってなかった。ええー、その何日か後には死んでしまったけど、あの時は本当に元気だった。はーい。モズベイ。お帰りなさい、モズベイ。帰ってきました。ただいま、母さん。お、どれどれ。ちょっと待ってね。よいしょ。喋りすぎたね。どれどれ、晴れ姿、母さんにもよく見せておくれ。やっぱ似てるんだね。クラウドも金髪。母さんも金髪。
惚れ惚れしちゃうね。惚れ惚れ。お母さんはあれなんだよね。確かイラストがないけど、ちょっと気になるんだよな。結構お母さん寄りっぽいですよね。クラウドとか。モズベイか。これソルジャーさんの制服かい？母さん、俺。本当に立派になって、そんなんじゃあれだね、女の子もほっとかないだろ。別に。妙に暗くなったね。心配なんだよ。都会にはいろいろ誘惑が多いんだろ。ちゃんとした彼女がいれば、母さん少しは安心できるってもんだ。俺は大丈夫だよ。あんたにはね、ちょっとお姉さんであんたをぐいぐい引っ張っていく、そんな女の子がぴったりだと思うんだけどね。興味ないな。ちゃんとご飯は食べてるのかい？大丈夫、会社が面倒見てくれてる。死んだカンパニーね。そうなのかい。あんた料理なんてできないだろ？一体どうしてるのかと思ってたんだよ。ねえ、モズベ。でもねえ、モズベ。そうだろう、モズベ。なんやかな、デジャブかな、すげえなんかね、怒られてるみたいな感じに聞こえる。なんか、おいモズベとか、コラモズベとか、そんなことよく言われるからさ。母さんはね、いつだってあんたの。もうやめよう。切ないなぁ。そうね、確かになぁ。母さんのこと聞くとね。ここは？ねえ、モズベ。私の家にも入ったの？ああ、入ったさ。テルハイさんいるかなと思って。入るぜ、堂々と。いなかったぜ。パンツを拝借するぜ。なんかないかな？モズベ、私の部屋にも入ったの？ああ、入ったと思う。入ったと思うよ。なんかあるかな？手紙だ。いや、でも気になるから読もう。もしかして読んだの？私宛ての手紙。はっきりと。俺は読んでしまった。結構これ、好感度下がるよね。よろず屋の息子がテルハシさんに書いた手紙だった。テルハシさん元気か？僕は8日前ミッドガルに着いた。昨日はニブルヘイム出身の仲間たちが集まってくれたんだ。あ、モズベイだけは連絡先がわからなくて呼べなかったけど。でもあいつはもともとみんなと仲が良かったわけでもないし、きっと呼んでもつまらないから、まあいいんじゃないかってみんなと話してた。モズベイの話をしてもしょうがない。ミッドガルはすごいところだ。僕ははっきり言って遅れていてダサダサななんとかって感じだった。スラムの人たちでさえ部屋の中はとても綺麗なんだ。今はお金がないから スラムに住んでいるけど、いつかは本で見たようなおしゃれな部屋に住んでやるつもりだ。などと書いてみたが、そのためにはまず仕事を見つけなくちゃいけない。そうなんだ、まだ仕事見つからないんだ。両親には信頼カンパニーで働き口が見つかったって嘘の手紙を出してしまった。もう後戻りはできないかな。実家のよろず屋を継げばよかったなと思う。まあまあ、なぜか最後まで覚えてる。ねえ、こういうのってでも、ちょっとトラウマじゃないですか？だって自分の悪口書かれてるしね。さあ、俺のことが書いてあったからかな。ミッドガルに着いたばかりなのに考えるのはニブルヘイムのことばかりなんだ。ねえ、テルハシさん、あのオンボロ給水塔はちゃんと動いているか？宿屋のじいさんは元気か？僕の両親は毎日店を開けてるか？モンスターは襲ってこないか？何よりテルハシさんどうしてる？もう何年も会っていないような気分だよ。昨日もみんなでテルハシさんの話で盛り上がった。これぞテルハシさん。みんなテルハシさんが好きなんだ。でもテルハシさんはみんなのアイドルだったから、仲間を裏切ることができなかった。
なんてかっこつけてたけど、本当は告白して振られるのが怖かっただけなんだよ。あ、これ以上書くとラブレターになってしまう。だから今回はこの辺で。じゃあ元気で、また手紙書くよ。PS、返事すごく欲しいっていう、この欲の塊ね。すごいね。いやー、チェルハイさんやっぱ人気ですね。すごい人気やったよね。オフですよ、やっぱ。ちょっとなんか、見れそうなのあるかな？ピアノがあるよ。ピアノ。ピアノってあれできないかな。よいしょ。さて、ちょっとあれだな。またちょっとここは、後にしましょうかね。さあ、ちょっとね。ここ？よいしょ。勝手に入っちゃうよ。あれですな、ちょっとね、また次回にしようって思ってるんですけど、セーブポイントが見つからないです。ちょっと、さっき、すれ違った白髪のおじちゃんは、あれじゃないですか。間違えた。ここはどうなんだろう。ここはなんかなさそうだな。どっかあったかな。ここら辺とかあったらいいんだけど。ああ、後で話すようになるのか。どっかになんかな、セーブポイントあった気がしたんだけど。ここ？もういいよ、まつげ。さてさて。セーブポイント見つからないもんですね。こっちは？何もないのか。よいしょ。とりあえず進めていこうかな。そしたらきっとなんかあるかな。何を見ている？この風景俺は知ってるような気がする。知っているような。ベッドが一つ足りない。誰か寝なきゃいけないよね。ないかなぁ。お、ふむふむ。モンスター退治にやってきた神羅の人間だな。あんたは？私はザンガン、世界中の子供たちに武術を教える旅をしている。弟子は世界中に128人、多いね。この村ではテルハイさんという女の子が私の弟子になった。テルハイさんだって？テルハイさんはセンスがいいな。彼女は強くなるぞ。おー、センスがいいのか。あー、じゃあザンガンさんが習ったのね。そっかそっか。お、あ、本日は神羅会社の皆さんの貸し切りになってましてね。モズベイちゃん？モズベイちゃんかい？2年ぶりかね。セフィロスさんの部下なんて大出世だね、本当に。部下。てんてんてんやね。明日は早いぞ。そろそろ眠った方がいいな。そうね。寝ようかな。マコーロへのガイドは手配しておいた。若い娘らしいが、頼りにしていいものか。お。いいかな。ガイドが来たら出発だ。セフィロス聞いてくれ。もしものことがあったら。ああ、チェルハイスさんパパ。っていうことは、チェルハイスさんが今回ガイドなのかな？安心してくれ。大丈夫だからパパ。強いソルジャーが二人もいるのよ。
テルハイさんです。よろしくお願いします。ね、自分で言っちゃってるけどね。テルハイさん、あんたがガイド？そういうこと。この村で一番のガイドといえば私のことでしょうね。でも危険すぎる。そんなことにあんたを巻き込むわけにはいかない。お前が守ってやれば問題はなかろう。では行こうか。セフィロスさん記念に写真を一枚。すごいよ。背をすぐに向けたよ。テルハイさんちゃんからも頼んでくれないかな。ちょっとなんかね、いやいやって感じ。いきますよ。どうも、早い早い。はい、どうも。なんかすごいクールな感じですよね、セフィロスさん。写真できたら皆さんにあげますからね。マコーラはニブル山の中に作られていた。あー、ニブルの山の寒々とした空気、変わっていなかったな。すごいね、なんかトゲトゲしてるよね。徒歩なんだ。セフィロスのさ、歩き方ってすっごいダサいんですよ、なんか、私の中で。なんかね、ガニ股なんですよ、すごく。手広げて。さあ、ここからが大変よ。ついてきて。怖いな。お、橋が。ああ、唐突の。突然のハプニング。みんな落ちたね。ほら、セフィロスダサくないですか。歩き方ちょっと意識して見てられてください。見てられてください。無事のようだな。元の場所まで戻れるのか。この辺の洞窟はアリの巣みたいに入り組んでいるから。それにセフィロスさん一人姿が見えないけど。冷たいようだが探している時間はない。さあ戻れないなら先へ進むぞ。これからは一緒に行動する。一人どうしちゃったんやろ。さあ、3倍速で行こうか。これは？不思議な色の洞窟ね。魔鉱エネルギーだな。この山は特にエネルギーが豊富なのだ。だから魔鉱炉が作られた。あー、なるほど。要はなんかあれかな？石炭みたいな感じの、なんて言うんだろう。こう、ボタ山的な感じなのかな？これは？魔法の泉、自然の脅威というやつだな。こんなに綺麗なのに。このまま魔法炉がエネルギーを吸い上げ続けたらこの泉も消えてしまうのね。マテリアだ。魔法エネルギーが凝縮されるとマテリアができる。天然のマテリアを見るなんて滅多にない機会だ。あれかな、なんだ、真珠みたいな感じ。そういえばどうしてマテリアを使うと魔法を使うことができるんだ。そんなことも知らずにソルジャーをやってるのか。マテリアの中にはいわゆる古代史の知識が封じ込まれている。大地、星の力を自在に操る知識、その知識が星と我々を結びつけ魔法を呼び出すと言われている。魔法、不思議な力だ。もうテルハイさんは飽きてるけどね。何か変なこと言ったか。ある男がな、不思議な力なんて非科学的な言い方は許さん。魔法なんて呼び方もダメだ。そう言って怒っていたのを思い出しただけだ。
誰だそれ。死んだカンパニーの北条、偉大な科学者の仕事を引き継いだ未熟な男だ。コンプレックスの塊のような男だな。あいつですね。なんかクックックっていうやつね。魔法の泉、この中には古代史の知識が入っているのね。テルハシさん自身は古代史を知っているんだね。あ、ここがあれか、マコールだね。全然よくわかんない機械。入れない。着いたわ。ずいぶん遠回りしちゃったけどね。テルハシさんはここで待っていてくれ。私も中へ行くみたい。でもここで待ってても危ないですもんね。この中は一般人立ち入り禁止だ。親鸞の企業秘密っていっぱいだからな。でも、お嬢さんを守ってやるな。大丈夫なのかな。もうやって。しっかり守ってね。おぉ。セフィロスが今。よいしょ。わー、懐かしい、ここの音楽も。お。わー。懐かしい光景ですね、ここ。いろいろいるね。ジェノバ、なんだろう。ロックは開かないか。動作異常の原因はこれだな。この部分が壊れているんだ。モズベ、バルブを閉じてくれ。バルブ。間違えた。ここかな？バルブ。なぜ壊れた？わかったよ、北条。でもな、こんなことしたってあんたガスト博士にはかなわないのさ。これは魔法エネルギーを凝縮して、さらに冷やすシステムだ。魔法エネルギーを凝縮して、さらに冷やすシステム？さて、さらに凝縮すると魔法エネルギーはどうなる？そうだった、マテリアができるんだな。そうだね。そう、普通ならな。でも、北条はこの中にあるものを入れた。見ろ。窓から中を覗いてみろ。見ろ。おお。怪物だ。これは？お前たち普通のソルジャーは魔法を浴びた人間だ。一般人とは違うが、それでも人間なんだ。しかし、こいつらはなんだ？お前たちとは比べ物にならないほど高密度の魔法に浸されている。これがモンスター？そうだ、モンスターを生み出したのは死んだカンパニーの北条だ。じゃあ、この中に入っているのは、もともとは人間だったんだ。それから、魔法を浴びて、結局あれなのか。魔法を浴びてから、その元の人間になれなかった人たちがモンスターになったんだね。魔法エネルギーが作り出す一系の生物、それがモンスターの正体。普通のソルジャーってあんたは違うのか？じゃあ今こうやってこう、ソルジャーの人たちっていうのは、要は魔法を浴びて、なんかこう、耐えられたのかな？ね。おいセフィロス。
まさか俺も？俺はこうして生み出されたのか？めちゃめちゃちょっと情緒不安定です。俺はモンスターと同じだといいのか。セフィロス、セフィロス、お前も見ただろう。こいつらの中にはまさしく人間だ。人間、まさか。子供の頃から俺は感じていた。俺は他の奴らとは違う。俺は特別な存在なんだと思っていた。しかしそれはこんな意味じゃない。あ、壊れたよ。怖っ。あれはもともと人間なんだな。俺は人間なのか？セフィロスが何を言っているのか、その時の俺にはよくわからなかった。俺は何よりもシンラカンパニーがモンスターを作っていたということにショックを受けていた。シンラめ、ますます許せねえ。あの魔鉱炉にはそんな秘密があったのね。ここ数年来のモンスターの増加にはそういった理由があったのか。これからのモズベイの話はじっくりと聞く必要があるな。そうではないか、オンジ。大丈夫ですか、オンジ。さあ、ここら辺でですね。なんで俺に話を振るんだ。まあ、セーブしてちょっと一息入れようか。確かにそうかもな。ここいらで一息入れることにするか。はい。というわけで、セーブで。じゃあですね。じゃあ、今回はもうここまでということで、はい。すごいちょっと棒読みの大根役者なのは許してほしいです。ねえ。というわけで、まぁ、今回は、ニブルヘイムの魔鉱炉の正体かな。中のね、その仕組みっていうのを分かったのかな。シンラカンパニーの北条さんは、要は人間から、魔鉱炉を浴びさせて、モンスターを今まで作っていたというか。うん。そうだね。モンスターを作っていた。まあ、それでちょっとセフィロスが、あれなのかな？自身も多分魔鉱炉を浴びていたのかな？まあ、それで自分もモンスターじゃないのかっていうちょっと疑い始めたところで、まあ、終わりましょうか。またね、次回こっから始めていこうと思いますんで。はい。ね、まあここまでちょっと見ていただけた方は本当にお疲れ様です。結構1時間以上かかっちゃったのでね。はいはい、それではね、ここら辺で終わりたいと思います。ではエンドクレジットに行こうと思います。ご視聴ありがとうございました。 Twitter アカウント、チャンネル登録は動画の詳細にリンクがありますので、そちらからご確認ください。はい、というわけでですね、はい、長時間ですが、ありがとうございました。また次回も見てください。それでは、バイバイ。